皆さんこんにちは、今日は、タイトルが自己革命、過去を刷新して申請するっていうお話。もうこれタイトル かなり考えたんですけど、なんかいろいろケシケシして最終的にこの形になりました。過去を刷新して申請するのは自己革命。どういうことかっていうと、これね、今しか真実じゃないんですよ。これ現在あるじゃないですか。真実は今だけです。過去のことを心配して、未来のことを心配して、心を配っちゃってる心配、これをするとエネルギーがガタ落ちになる。心配してるから過去と未来をすごく気にしてる人っていっぱいいるんですよ、世間に。心配して心配るから、心が配られちゃうんです。ちぎれますよね。心ちぎれたらエネルギーレベルは下がるんですよ。運が下がっちゃうんです。みんな心配して余計な気力、エネルギーを使いすぎて、エネルギー下げちゃって、運下げちゃってるんですね。これほとんどの人そうじゃないですかね。今禅宗とか神道とかで、まあ神道は中今って言うんですけど、あのスピリチュアルで今ここって言うんですけど、まあいろんなニュアンスの違いはあるけど、この現在今だけを思うことが一番の幸せ、現在だけを思うことが一番の幸せです。だから悟りって何かって言ったら、今だけが究極的に幸せだっていう状態で、今中今今ここ現在が一番幸せって状態でハマり続けてる、それが一番エネルギー値が高い。でもニュアンスがねちょっと違うんですよ。今ここって過去と未来と現在っていう、この時間軸があるものとして認識してるのが今ここで、中今ってもっと進化した考えで、過去と未来なんかなくて今しかない、今の真ん中にいるから今しかない、もう中今です。もうタイムラインを否定してます。もう今しかない、ある意味真理なんですけどね。今今今の連続なんで、だから心配する意味がないんですよ。だから心配したことの9割は起きませんから、今ここの中今の現在の一番幸せって感じている状態を自分の中の柱にする。これ下津岩根の宮柱、もうひらがなにしますよ。下津岩根、神道でね、下津岩根の宮柱って言うんです。自分の中の何者にも侵されない大黒柱みたいな精神の柱を持つ、今ここ just now、 現在が一番幸せで、今ここの自分が最高ですって思っている状態が永遠に続いていくっていうのが今一番幸せ。それがその思考回路、過去現在未来のタイムラインを崩壊させちゃって、自分の今ここの現在の状況が永久に無限に幸せっていう状態を毎瞬間毎瞬間作っていく状態が一番の自己革命です。だから過去を刷新って書いたのは過去と決別で、未来も刷新、未来と決別して申請する、今ここのこの状態だけが無限に幸福度が上がって幸せになっていく。何者にも影響されない、私は今無限に幸せですから、無限に幸せです。今今今が無限に幸せです。中今しかありません。一番幸せです。でそういう二つ目の宮柱、精神の柱が一番大事。この精神の柱がなくなってしまうと、もう人間としては壊れちゃいますね。精神の柱が全ての拠り所なんで、この精神の柱が崩壊したらもう終わりなんですよ。今ここよりも中今、中今全ての全天宇宙の真ん中の今一番幸せっていう精神の柱、下津岩根宮柱、これが構築されていることが9割の起きもしないことに対して浪費しているエネルギーをなくして、心配を、自分が今ここの空間で無限に幸福化していく、無限に発展していく、神が宇宙意識がその人に入ろうとします。その時に柱が立っていないグラグラした人っていうのは安定して入れないし、入ってもすぐいなくなっちゃうんですね。だから宇宙のパワーとかエネルギーが安定している、その人が継続的に発信されているっていうのはどういう状態かって言ったら、中今の現在の今ここに下というような宮柱、精神の柱がしっかり入って何者にも影響されないで、今ここが無限に幸せですって言い切れる人で、そういう人に
宇宙のパワーが入ってきます。宇宙パワーがその人にガーンと入ってきます。なので自分の中の柱、精神の柱、軸、これをいかに今ここの幸せって中で打ち立てていくか、これちょっとアファメーションって言って、魂、心の奥底で決めてしまうと起動するんで、ちょっと起動しましょうか。起動する儀式をしたらこの YouTube を見た意味もあると思うんで、まあ手は組んでも組まなくてもいいけど、意識合わせる意味で、あのキリスト教式の、まあ仏教でも手を合わせるけど、金剛合掌よりも、こういう指を合わせるよりも、まあこんな感じで手を組んでもらって、お腹の前で置いてもらう。そしてこんな感じで宣言します。私は今ここにおいて宇宙の中心になり、二つ生まれの宮柱を立てて、宇宙意識が自在に出入りする柱になります。そのようにして人生を全部宇宙に委ね、宇宙から見た最高に幸せな人生が自動的に今ここの自分の柱から始まります。私はそれを誓い、意識に入れ起動します。よろしくお願い申し上げます。起動した感じに僕は今入りましたね。ボーンと柱が入って、命の在り方が起動した、宣言した方向に、そうすると生き方も変わってきます。これは人生の流れとして出てきます。こういう捉え方を、まあ、ちゃんと自分なりに持ってもらって、過去や未来に心配して振り回されず、今ここ、まあ、中今この下手岩の宮柱で宇宙意識を受けていく、宇宙に導かれていく、まあ逆に宇宙を導いていくっていう生き方になっていくんですけど、自己革命、過去を刷新して申請するっていう、今日の話、なんとなく分かっていただけたらいいなと思ってお話しさせてもらいました。今日は自己革命、過去を刷新して申請するお話でした。ご清聴いただきましたありがとうございます。じゃあねー。